2 1 2 昔アラブの偉いお坊さんが恋を忘れた哀れな男に痺れるような香りいっぱいの琥珀色した飲み物を教えてあげました。歌詞の内容を読むとなんかこうね、こう映画の世界観みたいな感じで不思議な気分になる曲なんですけど、これね、やっぱ歌ってみるとわかると思うんですけど、歌のタイミング、すっごい溜めながら歌うというか、その辺がかっこいいところなんですけど、もうじっくりね、曲を聴いてですね、ちょっとなるべくその気分になって、演奏してみるのがいいと思います。まずこの4つ弾きで思いっきり歌う。ここから始めましょう。はい。で、今のバージョンはですね、1番こう繰り返し、1番をこうやって終わったという、最後のところだけ繰り返したというガゼレルオリジナルショートカットバージョンなんですけど、後半はまたさらにオリジナルアレンジで、ちょっとまた繰り返すような感じでやってみようと思うんですけど、基本ですね、曲の要素としてはこれで全部出てくるので、あと繰り返しみたいな感じでオリジナルで演奏してくださるのがいいと思います。そして今のシンプル簡単バージョン、ガズと一緒に YouTube で一緒にセッションできるようになった方、次のステップはですね、やっぱご自身だけで歌ってみる。YouTube と一緒じゃなくてね、その時にやっぱ楽譜を見て、最初のうちはやっぱりいずれ覚えちゃうのがいいと思うんですけど、楽譜を見た方がいいと思うんですけど、そう、じゃあその楽譜どうしようかということで、いつもね、ガズはですね、こんな風にノートに書いて、いるんですよ。これを見ながらいつも演奏してるんですけど、この後こうやって画面に映してシェアするんですが、今このサービス始まってますガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のコーヒールンバを含むガズが今まで取りためて書き溜めてきたノート楽譜の中からお好きな曲を毎月5曲まで毎月5曲ダウンロードしてすぐにこう練習開始できるという、画期的なサービスなんです。そしてね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもいっぱいコンテンツがあります。まずですね、アプリがあるんですよ。ガズクラブのアプリすごいでしょ。その中で楽譜の管理だとかいろんなイベント情報だとか、とにかくアプリでもう一括でいろいろできる。メンバーズカードもそこで発行したりして、はい。そしてですね、あともう一個これがあります。ドン、ガズレレ大学。こっちはですね、もうちょっとこう深掘りしていろんなリズムとかコツとか、もううまくいかない人がここでなんかこういろいろ発見があるという、まあ大学ですからちょっとお勉強ということで、これがですね、 YouTube のメンバーシッププログラムというのでやっております。はい。でこれはですね、ガズクラブはみんなで楽しんでこうワイワイやろう、でガズレレ大学はちょっと深めてお勉強のところですからね、こういう風に分かれております。この2つ、ガズレレ大学とガズクラブ、概要欄にねリンク貼ってありますので、ぜひぜひ細かくチェックしておいてください。それでは楽譜を見てまいりましょう。コーヒールンバー、はい、2021年改訂版でございます。はい、コードはね4つなんですよね。これ嬉しいねということなんですけど、ちょっとここ見てください。イントロって書いてある。これね、今のシンプル簡単バージョンではやらなかったんですけど、これ簡単なんで初心者の方にもできると思うんですけど、後半のかっこいいバージョンではこれね、単音のメロディを弾くイントロをつけましたんで、後でちょっと解説動画見てみてください。今のシンプル簡単バージョンはここから始まりました。はい。で、今日はですね、簡単バージョンもかっこいいバージョンも入門コード4つなんで、
これ結構初心者様は頑張っていけば、頑張れると思うんですけどね、やってみてください。後でも解説しますけど、出てくるコードもね、結構シンプルな方だと思います。はい、こうやって映していくんで、一時停止して書いていただくか、動画のテロップを一時停止して書いていただくか、あるいは、先ほど紹介したガズクラブで楽譜ダウンロードしていただくのもいいと思います。これ見てください。ここに点が書いてあるでしょ。これがヒントですよ。昔アーラブ、こっからリズム始まるよということで、これ結構ヒントになるんですよ。このタイミングを見て、ガズはこのコードを変えたり、タイミングを測ってます。はい。今、さっと映すんで、変えていってください。はい。じゃあ、次の箇所、ここ。この星マークで、ここがね、盛り上がるところ。やがて心のところですね。はい。そして、ここ、最後のバースをこう2回繰り返して、今のシンプル簡単バージョンは、ここで終わりましたということなんですけど、かっこいいバージョン。後半やるかっこいいバージョンはここ行ったら、もう一回星へって書いてあるんで、ここの、やがて繰り返して、もう一回ずらーってやって、最後の行を繰り返すという、そういうオリジナルバージョンでやってみようと思います。はい、出てくるコード解説。今日は入門コード4つですよ。とはいえですね、ちょっとこの E7 とか出てくるんですけど、まあ、Am と Dm と G7 と E7、この4つです。これは嬉しい。でも Dm とかね、ちょっとこれ、初心者の方、頑張ってくださいよ。このね、ここのところが指入れるの狭いですからね。これはですね、先ほどの入門レッスン、ところでも解説してるんですけど、一応、グループなんです。入門コードのグループなんで、これをシェアさせてください。ドーン、ガズレレ必須コード。私がめちゃくちゃわかりやすく皆さんのね、もう頭にスイスイ入っちゃうような動画を撮ってますんで、ここにリンク貼っています。このリンク先、必見です。これで今日は、まあ、10個も覚える気は今日はないですけど、でも流れで覚えちゃった方が結局いいと思うんで、いずれ覚えてもらいたいコードとして今日はこのガズレレ必須コードをご紹介させてください。はい、そしてこれからかっこいいバージョンの解説に入っていきますが、いつもこのタイミングで言うんですけど、このね、今やって4つ引きで歌をしっかり自分のものにしてください。これやっぱりさっきも言ったんですけど、歌が溜めるんですよ。すごくこの溜めるところがかっこいいんで、やっぱりこの弾き語りっていうのは歌中心ですからね。歌の伴奏があって、歌の真ん中にあって、ウクレレが伴奏になってるわけですから、この歌を4つ引きでしっかり感じ取ってください。でね、これね、コーヒールンバっていろんな方がカバーされてて、それぞれちょっとずつ歌い回しが違うんですよ。なので、皆さんの好きなアレンジでもいいと思うんですけど、やっぱりこうちょっと溜める感じがね、いいんじゃないかなと思います。ちょっとガズのデモ演奏もちょっと気持ち溜め気味にしてるかなという感じなんですけど、まあもちろん皆さんのニュアンスで自分だけのコーヒールンバをこう作るのがいいんじゃないかなと思います。はい、そういうことで、じゃあかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンはさっきも言ったんですけど、コードは全く一緒。はい。じゃあ何が違うかというと、やっぱり弾き方になります。そういうわけで本日のリズムの弾き方、こちら、ドーン！レトロビートというリズムを使って、このちょっとね、ヴィンテージ感ある、曲を、さらにこう、レトロなムードを高められるようになるのがいいんじゃないかなというふうに思います。レトロビートってどんなリズムか、ちょっと私が弾いてみます。ワン、ツー、スリー、フォー。これ、このレトロビートっていうので、この奏でるとですね、またさらにこの曲のね、輝きが増しますんで、ぜひ、取り組んでみてもらいたいんですけど、このね、レトロビートの弾き方、ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からレトロビートというね、レッスン動画、リズムに特化したレッスン動画が上がってます。濃厚レッスン動画になってますんで、ぜひ、このリズムトライしてみてください。ちなみに、このリズムに取り組むためには、まず、8ビートのチャができてないと、これできないので、その動画内でも言ってますけどね、まずは8ビートと8ビートのチャが基本になりますということです。はい、ちょっと時間をかけてね、ゆっくりこのリズムものにしていってください。で、曲の中でですね、ちょっとキメが入ってきます。ちょっとやってみますね。A メロの一番最後のところですね。琥珀色したの色を教えてあげました。今のです。あげました、たったんたたたん、これですね。これは右手でこれでもいいんですけど、かっこよく決める、よりかっこよくするためには、ドン。カッティングを使うとさらにかっこいいです。カッティングを入れてみましょう。はい。今これ左手で、左手でこう、弦を触れて止めてる。これをカッティングと言います。このカッティングで止めるとキレが出てくるんで、もしこれかっこいいな、やってみたいなと思う方は、どんどんチャレンジしてください。これはね、先ほどのね、リズムいろいろここにリンク、レトロビートの弾き方っていうところのページの下の方にカッティングのやり方書いてあるんで、これ参考にしていただければと思います。はい、そしてもう一回ね、今のところやりますよ。琥珀色した飲み物を教えてあげました。この、入れようかな。西田幸子さんのバージョンだと、ここ本当に無音になってるんですけど、ちょっとここ、パン
って感じでボディを、あの、手が痛くなるほど叩かないでください。ポンと叩いてあげる。ポン。そして、やがてとこう入っていくのがいいかなと思います。あ、やけました。やがてみたいな、こんな感じでこうポツンとこう叩いてあげると、こうなんかノリがキープされるかなと思いますと。はい、この曲はね、ほんとシンプルで、ここのところだけですね。あとは止まるとかそういうのありますけど、レトロビートでまったりいって、そこのところでジャッジャッジャジャジャパンみたいな感じ。はい、そこでメリハリをつけていきましょう。はい、そしてさっきも言ったんですけど、かっこいいバージョンでは何、イントロのフレーズ入れちゃいます。ちょっとやってみますわ。ひとまずね、ワン、ツー、スリー、フォー。これやりたい。これね、ベースが入ってるんですよ。これはね、西田幸子さんアレンジなんですけど、ブンツッタ、ブンツッタ、バンツッタ、ンツッタ、ブンツッタ、バン。これはかっこいい。どうやってやるかというと、まず2弦の、2弦ですよ。2弦って 一番下の上の段目。ここの、2弦の5フレット、3フレット、1フレット、0フレット。この順番で、5、3、1、0。はい、こんな感じで、テロップで書くとこうなります。楽譜に書くとね、これ矢印マーク最後0の前に入ってますよね。これシンコペーションという意味で、これシンコペーションっていうのはこのマークね、これはリズムが前にズゴンと食い込んでくるよというふうに、出てくるリズムの、まあガズレレならではの表記なんですけど、ちょっとこの楽譜見ながらやってみましょう。まず2弦の1、2、3、4、5、3、1、0、5、3、1、0、こんな感じです。ゼロがちょっとスコーンと前に入ってくるでしょ。はい、もう一回。ワン、ツー、スリー、フォー。ゴー、三、三、一、ドン、ゼロでしょ。ゴー、三、三、一、ゼロ。はい。この、たったこれだけなんですけど、これがね、結構味があります。で、今みたいに、ゴー、四。まず、これでいいと思うんですけど、ちょっと、ツーなやり方いきます。そうする、ちょっと細かいところですけど、よーく聞いてると分かってます。ワン、ツー、スリー、フォー。わかった？これ、ズーパッチャ、プーパッチャ、プーパッチャ、っていうのをちょっと掴んだりとか、ボディをカツッとちょっと軽く叩いてあげる。軽くね。かっこいいですね、これ。ウッドベースっぽい弾き方っていう感じかな。まあ、これベース音はなかなか出ないんですけど、雰囲気。これをちょっとこれボディヒット入れて、ドン、カッツ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 、相当マニアックで、ね、難しいと思うんですけど、ちょっとね、ガズさんのテンションを上げるためにちょっとかっこいいバージョンでは今の弾き方をしようと思うんですけど、これ皆さんまずはタン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 伸ばしていいですよ。はい、このゼロフレットだけシンコペーションって、それができるんだったらドーン、ボディをちょっと叩いてみる。こんな順番でやってみると、またこの世界観が高まるんじゃないかなと思います。そしてさっきも言ったんですが、かっこいいバージョンは一回一番全部終わったら、またやがて心に戻ってもう一回やるというちょっとしたロングバージョンになっておりますので、そこら辺をちょっと確認しながら、思いっきり歌っていきましょう。もちろんさっきも言ったんですけど、歌詞の内容が結構こうなんかね、どんな世界観なんだろうって思うんだけど、なんかねこうワクワクさせてくれるような、もうなんかもう僕もしかもコーヒーがね大好き、もう絶対毎日飲むんでね、もう引いて飲んでます。だから、ね、コーヒー続きはこの歌歌って楽しんじゃいましょう。はい、それではやってみましょう。コーヒールンバガズレレユかっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。南の国の情熱のアロマ。
歌うぞって感じなんですけど、まあコーヒー飲めない方もね、もう歌で楽しむこのアロマとかね、この南の国の情熱のとか、なんかすごくこういろんなコンガとかマラカスとか、もう何、アラブとかルンバとか、もうすごいもう世界旅行みたいになってますけどね。まあとにかくこの曲って暗いコードなのになんかワクワクさせてくれる楽しい、不思議な魅力の曲です。皆さん思いっきり歌っていきましょう。お知らせです。ガズのウクレレたちなんですけど、ただいま販売中になっております。そしていつもガズレで使ってるガズモデルとかセミオーダーは予約受付開始中なんですけれども、今はですね結構早い納期になっていたりとかします。もちろんわがままウクレレ、薄レレ、初めてウクレレは即発送になっておりますので、はい、ここにリンク貼っておきます。細かいこと、ここに在庫リストとかもありますので、ぜひぜひご確認くださいませ。見るだけでもね楽しいことになってます。ぜひご注目ください。このガズレシピ、皆さんのスマホに入ってますか。これね、どんどん進化してるんですけど、これアプリなんですよ。ガズレレの楽譜が見られるアプリなんですけど、この中でね楽譜がね、いろんな楽譜が見られることになってるんですけど、1曲からでも、ワンブロックごとの、まあ、本みたいにセットで買うとすごい割安になったりします。で今回この度ね、また40曲の新たなブロックボリューム7が追加になっております。ちょっとアプリもぜひ見てみてください。これめちゃくちゃ分かりやすい、アプリになってまして、楽譜がですね簡単版とかっこいいバージョンの2バージョン記載されていたり、メトロノーム機能だとか自動スクロール機能がついていたりとか、もう本当に新世代ですから、皆さんのスマホタブレットでめちゃくちゃ見やすい仕様になっております。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、さこの後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけどこのガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですねもう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社リットミュージック社さんよりこういうね楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり、ね、簡単でとにかく分かりやすいっていうのが特徴です。この本はですねもう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、 Amazon とか楽天ブックスさんとかも、もう置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴も50年以上と思うので大ベテランが作ってる手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね毎月後半にね予約注文とか受け付けて、またそれもね YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもねガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さんさよなら。